よっしゃ、行きます。続き、仙人さんのとこ行こうかなと思ってたんですけど、はい、まあ予定通り行こうかなと。ちょっともう一回だけちょっと場所確認。はい、船で行くことになるんですが、こう北上していってどこだったっけ、どこで左曲がるんだったっけ、左とか西に舵を切るんだったっけ。ずっと結構北上していかなきゃダメだったよね。この辺お宿のあたりだと思ったけど、これだ、これをこう西に行けば、あれ？あ、あった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 。結構距離あるんだな。ちょっとこれ大変かもね。どうしようか。まあ行くしかないけどな。この地蔵の穴、これは何だったっけ、おむすびコロリンだったっけか、これ。こっから行けないかな。ちょっとこの辺で降りれない？ OK。 この辺で降りられたらいいんだけど、降りられたってか船乗れたらいいんだけど、これ何だったっけ。ああ、やっぱおむすびコロリンか。これ船ここまで来てくんねえかな。どうかな、来てくれりゃいいんだけど、飛燕、おむすび村とかさ、これで飛燕でどう、こう来たらさ、船ついてきてくれてないかな。どうでしょうか、来てくれ。来てる？来てるね、オッケー。よし、こっからだったらじゃあまあもうちょっと旅立ちよりはまあ時間短縮になるかなって感じ。えい、よし。まあめんどくさいからまた鬼よけで、じゃあとりあえずずっと北上します。ずっと北上。お宿確かこの辺、 OK。 こっから西結構行かなきゃダメだったと思いましたけどね。サバフグ、うわーこれちょっとどうしようか、六角でいっそうだなこれ。はい、うわーめんどくせえ、ほんとめんどくせえこれ。やべえ、これ桃太郎落ちるんじゃねこれ、もしかして反撃で、これ反撃食らうんだよね確か、カウンター落ちるんじゃねこれ。うわやべえ、大丈夫か、あの膨らんだやつに耐えられればいいけど、耐えられそうだな。 OK、 よし。ほんとめんどくさいよねこれ、あぶねー。桃太郎死んだらまたゲームオーバーっていうね、そういうのもあるからね、かなりきつい。うん、かなりきつい。回復しよう。はい、
とみんな金丹とかでいいかな。まあこれでいいでしょう。ちょっともう一回鬼受け使っとこう。結構西に行かなきゃまだだよね。あーあった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 、これだ。よし、海の仙人のより、はい、何教えてくれんの。わしか、釣りを愛するその名も海の仙人じゃ。もっとも昔はダメ仙人とも呼ばれておった。知っておるか。あー、ダメ仙人って何教えてくれた人だったっけ。ダダジジだ多分。違ったっけ、あれ違ったっけ。ダメ仙人、ダダジジ教えてくれたじゃなかった。はい、そうかさ、よかったの、うひゃひゃ。さて、わしのありがたい話を聞きたいか。はい。そうかさ、よかったの、うひゃひゃ。ネズミが作ったという村に行ってか。あ、思い出した。ダメ仙人ってこれ、モンキンタン教えてくれた人なかったっけ。違ったっけか。あれは忘れた。あの、詳しくは僕のあの、ね、前作動画見ていただきたいなと思います。ファミコンのやつ。ファミコンの桃太郎伝説。ダメ仙人ってモンキンタンだったっけ。違ったかな。あの、すげえ話が長え人。長え仙人。うん。そうそうそう、あれマンキンタン教えてくれた人だ、うん、仙人だと思ったな。ダメ仙人って違ったっけ。何教えてくれんのかな。これちょっとめんどくさいんで、ボタン連打で行かせていただきます。ファルバは十分お気をつけください。めんどくせえ。うわー、めんどくせえこれ。絶対こんなジジイにはハマりたくねえわ。あ、やばい、灰にしちゃったじゃないか。でもさ、これ確か前作だと2回全部お話聞かないとダメだったから、1回だけじゃ何もしてくれなかったんですよ。でもう1回話しかければ、確か満金丹じゃなかったかな、違ったかな。マンキンタンだったかダダジジだったかだったと思ったんですよ。ダダジジかな。うん、だと思ったんですよ。だからこれもちょっともう一回2回お話聞いてみよう。長いね。フロッピーとかさ、今フロッピーなんて知らんでしょ。あ、オッケー、オッケーだね。よし、釣り竿？何に使うのこれ。まあ、釣りだよな。浦島が使うと良いじゃろう。いや、じゃ、桃太郎の修行じゃねえじゃん、これ。そうなの？なんか釣るのかな？これ装備じゃないでしょう。説明、海で使うといろんなものを釣ることができる。ずっと、はあ、ちょっと残念だなこれ。あ、やべえ、ちょっと回復してくれるかなと思ったんだけど、くそー、ごめんなさい。いや、次どこ行こうか。もう行くとこないぞ。まあしばらくお金貯めて今度海に潜れるようにするとか。まあ基本的にだから今回は街ブラ動画というか、まあそういう感じになりますね。はい、他はまだ行ってないとことか、ちょっとお城で飛んで、まあそれで移動するって感じで、見つけたらそこ船で移動っていうか、まあそういう感じですかね。はい、そのじゃ、待て、この辺もちょっとなんかね、これがまた怪しいのよ。これは何かなっていう。
セーブポイントがいただの。世界中の歯があるんじゃないのかい。なんてな。上層。ね、じゃあ飛燕で戻る、戻るにしても、まあどこでもいいんだけど、旅立ちからじゃ行くか。旅立ちはね、実家近いし。うん。あそこにもなんかあったな、船。あれは、お宿か。はい、旅立ち。うん、じゃあここからマラソンでまだ行ってないとことか行けるかなっていうところをちょっと探してみよっか。はい、でもどっかでお金も貯めなきゃダメだなっていう気がするよな。海にも潜りたいし、これまたすごい絵だな、この城が飛ぶっていうね。うん、まあドラクエなんかは天空の城みたいなねあったけど、でもあれとこれはまたちょっと雰囲気違うよな。ドラクエはあの西洋の感じのお城だけど、これ完全に和のお城だもんね。それが飛ぶっていうさ、なかなかちょっと斬新な絵となっておりますが、ここどこだっけ、これどこだっけ、ちょっとわかんないね。まあでも多分来たことあるんだろうな。あー、これそれこそあれか、爪痕か。狭いところはいけないと。困ったね。地図ないもんね。地図もうほんと適当に飛んでさ、偶然それを見つけるっていう、それしかないよな。下手したらこれ、このままダラ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 、これのまま30分過ぎる可能性大なので覚悟していただきたいなと思います。はい、今13分ぐらいまで来たけど、残り17分ぐらいずっとこんな感じになっちゃうかも。あー、ちょっとそれは避けたい。これはお宿でしょ。北行ってみようか。北行っても一緒だよね多分。だから空飛べるようになったんだから、空飛びとか船とかそういうのでしか行けない場所を探さなきゃいけないんだけど、地図がないのよ。あ、鬼ヶ島だ。鬼ヶ島も降りちゃうかこれ。ダメか、降りられないか。壁が高、壁てか陸が高くなってるから、こっから入れない。くっそ、これは飛燕教えてくれる仙人だよね。困ったな。いやー困ったこれ。困ったぞこれ、本当にもう進むべき道がわからんて。普通ですねこれ。だから町とか何かしらそういうの見つけないとねえ、情報っていう情報がないからさ。さっきのダメ仙人もちょっとなんか教えてくれりゃいいのにね。もうちょっと西に行けばこんなのありますよとかさ、なんか教えてくれりゃいいんだけど。どうしよう。
困った。これは氷の塔でしょう。困っちゃったねこれ。どうしようか。いやー本格的に困った。行くべきところが見つからない。これこれボツ動画だな。ほんとボツ動画。ずっとこんな感じ。ずっといやーどうしようか。どっかでこの流れをねちょっと変えなきゃいかんな。まあ別にいいんだけど、この動画一本で次行くべきところっていうのをねきっちり探せればいいんだけど、もう一回ちょっとあのお宿に戻ってみるか。これでも降りられないよねこれ。まあこれ飛燕で行けばいいだけの話なんだけど、まあこの辺で降ろしてか。いやーでもお宿行ってもそんな情報ってなかった気がしたなー。ってなるといよいよもってやっぱ海潜るような準備しなきゃダメってこと。お金貯めなきゃだよねそれって。どうしようか。じゃあお金貯めるか。まあ話聞いてみましょうか。七夕の村行ったことない。だからそれどこにあんの七夕の村。七夕の村どこ。人魚の村。これはだから潜れないと意味がない。仙人だけの村ってのもあんだ。からくり村は行った。七夕行ってない。人魚の村行ってない。七夕人魚仙人だけの村、これちょっとどこあんのかな。全然ねちょっとそういうらしきも、それらしきものとか全然見つからんのよね。困ったね。人間旅立ち村の近くにあるそう。いやーでも潜れないと意味ない。やっぱりもうお金貯めなきゃダメな感じか。またその七夕村と七夕の村と仙人の村、それを探したい。困った。どうしたらいいかな。いや困ったね。船じゃないといけないのか。城だったら見つからないとかそういう感じ。いやわからんね。わからんね、ほんと。
ちょっとなー、もう一回ちょっとお城で行動してみるけど、あ、ちょっと宿屋泊まろうか、せっかくだから。まあ泊まらなくてもいいんだけど、あ、何かしらその情報がね欲しいんだけど、ないのよね。にまあ、人間の村はいいんだけど、七夕はどうなのかな。七夕だからこの竹取りの近くにあんのかな。あれが多分竹取り、ここはあんのかな。いけないか。じゃあ、あー、なんかそれっぽいな。あれが竹取りだ多分。でこっちにあるのがなんじゃないの、七夕なんじゃないの、おそらく。あ、じゃあ、あれお宿だな、お宿だ、スズメのお宿か。いやー困った。あれ、うん、困ったね。ここで勇気の剣を使ってこう行くんじゃないの。まあすぐこう行けば鬼ヶ島あるんじゃない。ほら、あった。怖っ怖っ。どうしよう、わかんねえな、わかんねえ。わかんねえ。これ浦島の村だよね多分。だよね。あー、わかんねえ。もう大体行き尽くしてるからね、他の村とかさ。だからもう大体あって村見つけても、いや、これは行ったことあるなってわかるんだよな。どうしようか。困った、どうしよう。困った。困った、本当に困った。ダメだな、これ。ラッチャーかねえな多分。こんな感じの動画になっちゃう。ちょっと早め、あ、まあ、早めでもねえか、25分ぐらい。一旦切るか。一旦来て動画外で探すか、それともこのダラダラ探す感じもアップするべき。いや、いらんねんよな。まあでもそれだけ苦労して探して探して、あったーっていう、それをねお伝えしたいっていうのもあるんだけど、だけどちょっとあんまりだよな。あれ、ここ突破できない。どうしよう。
どうしようか。全然ね、ダメっすねこれ。じゃあちょっと一旦切るか。どうしても本当に見つけられなかったらね、僕動画外で一回探します。行くべきところ、ダメだったらお金を貯めよう。お金、うん、お金を貯めて城を潜れるようにしよう。そんでもって、潜れるようになったらまた今度海の中海底探索っていうか、それやっていこう。お金貯めるのもどうしようか、アップしようか。多分ダラダラ喋る感じでなると思うんですけど、うん、そうしようか。じゃあ今回ここまでにしておきたいと思います。本当にね、ちょっと申し訳ない、こういうねクオリティの動画で。だけどね、僕これがもう僕ならではというか、はい、この辺もノーカットでアップします。じゃあ次回はですね、僕ちょっと動画外で探しますんで、見つからなかったら、まあ、見つけたらね、そこ行くべきところ行って、見つからなかったらばお金稼ぎで海に潜れるようにする。はい、そんなところです。場合によっては攻略見るかもしれません。ここまで来たらもう見たくないんだけど、もうだいぶ進んできたからね、見たくないんだけど、でもそれもやむを得ないかなという気もします。はい、そうっすね。また船乗って一歩も出てないのに敵が出るっていうね、ほんといい加減にせよ。もういやー、どうしようかな、ほんと困るな。敵強くても鬼畜だし、行くべきところが見つからなくて鬼畜だし、あーって感じ。でもここまで来たら本当乾燥したいし、できる限りは攻略見ないでいきたいっていうのもあるし、まあ攻略見ないでっていうのは僕のわがままっていうか、まあ贅沢な、まあなんていうか縛りというかなんですけどね。いやー困ったね。うん、よいしょ。はい、というわけで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。